はい、伊藤氏ぎっくり腰119番の健康スポーツ整体院院長の平原です。今日はですね、急に朝起きて寝違えたな、ちょっと首が痛いなっていう時の、対処法、お教えしたいと思います。まずはですね、首とかを揉むんではなくて、首から肩にかけての筋肉、これをちょっと柔らかくしてみましょう。簡単に言うと、手を、ここをね90度にして、手の腕ですね、腕を90度よりも少し120度ぐらいですかね、広げてぐーっと後ろに引いてみます。これで約20秒から30秒間キープしてゆっくり戻していく。これを3セットぐらいやってみてください。でこれやり終わったらば、左とのバランスを取るために反対側もちょっとやってみてください。はい、これで首の様子を見てみてください。この他に手を後ろにぐーっと上げて、まあ、こうですね、はい、これでぐっと90度ぐらい後ろに上げて、これも20秒から30秒ぐらいキープして戻してみる。こういうのをやっていくと肩の張りが柔らかくなって、首の筋肉、ここら辺のね、肩甲筋とかも柔らかくなってきて、少し寝違えの張りが取れてくると思いますので試してみてください。